はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。結構昨日使ってたね、感じの。いや、無限ダイナがね、めちゃくちゃなんか、もう結構好きなんだよな、使用感良くて、結構使いやすいなって思ったんで、引き続きね、使っていきたいんですけど、ゼルネいるから、これ本当はメタモンの枠抜け人で使いたかったけど、まあ、しょうがないか。ただゼルネいるかいないかわかるから、場合によっては、メタモン雑に扱っても良くなるから、まあ、無限ダイナ、メタモン、で、ヒードラン重いなぁ、そういえば。頬じゃないし、この幕。ヒードランどうしようかなぁ。毒も入んなければ、ダイマックス砲でも別に削れないし。メタモンでパクる動き取る弱っ。弱ダイナー。メタモン、ダイヒードラン絶対出てくるでしょ。って感じだな。無糖とかにするか。ランドロス考えて。こういうなんか、選手段階から明らかに処理ルートが、こう、あんまり良くないなって感じになるときは、明らかに構築が弱いわけだから、まあ、なんかしら構築を変えるべきなんだよね、多分。ヒードラン、まあそもそも受けが不可能なポケモンっていうのは昔から、まあ、いるわけだからね。多少、あれなんだけど、どうしようかな。こう、ジオコンされて、とかったら、まあ、無動捨てで多分、ゼルネの技によるけどな。切り返せるんだよな。毒入れてからでいいか。引きなら引きで、まあ、構わなくて。無限ないな。まあ、結構打ち合える相手が多いのと、S がね、早いから、そこがすごいいいんだよね。耐久もあるし。なんか、個々のポケモンでさ、これと、これとこれはまあ強いな、みたいのは。あと、これは弱いな、とかっていうのは、だんだん分かってきてはいるんだけど、まあ、なんか並びとしてそれがじゃあ強くなるか、みたいな、ことがあって、そうはならない時が、まあ当然あるわけで、なんか、その、なんて言うんだろう。並びとしてなんか強い動きって強いよな、っていうね。まあ当然強いんだけど、その強いわけだから。ただなんか、その単体でこれが強いみたいな話とは違う、並びでこれが強いっていうのはなんか、そういうレベルを超えた強さがね、なんかあるな、みたいな。また受け系を使ってるからそう思うのかな。この2体でかなり幅広く受けれるとかっていうのがあると、すごい強かったりするんだけど。まあ無動雑に言っていいかな。無限ダイナまだ捨てたくなくて。で、まあ技構成次第だけど、多分こいつパクってドラン殺せるでしょ。こいつパクって殺せない奴がいないから、で、ダイマックスターン、ここで2ターン、使わせれるわけだから、結構、いい形だと思うんだけどな。で、毒入ってるから、ゼルネ別に勝手に死んでくれるわけだし、メダモンで、割とふわっとした感じの処理でも、まあ、最初から積みがやってこないって分かってるポケモンは、処理しやすいな、割と。で、頑丈でまあ2ターン潰せるから、ダイマ切ってくるか分かんなかったけど、てくれるんだったらこの動きでいいな。でまあ無動暇だからなんか適当な技をして死んでメタモンでパクってで多分メタモンで切り返すると何かで防いでるはずでおそらくまあドランかタイプ的にはドランが強いよね。ドランさえ処理すればただ無限大なら多分いけるんだよな。とりあえずまあドリクチュッと言っていいでしょ、無動は。フェアリーで処理しに来る。で、まあメタモン投げからダイボールなんじゃないかな、おそらく。さすがに1個ダイマックスしないで殴ると返しの技で多分結構手痛いダメージ受けるから。まあダイボール読みでなんか出てくるのかもしんないけど。まあ技見てからでよくて。ゼレネもザシアンもこの動きにさあ返されるわけだけど多分それに屈しないように多分準備してくるんだよね。インファ持ってんだ。インファジオコンムンフォ10万か。面白い技構成だね。インファならでもドラムもいけるけどな。とりあえずウォールからで効いてないのはでかい。でまあ同速対決になるけど向こう C2 段かかってるけど、こっちも D2 段か上がってるから、まあ、毒2回と。まあ、
事実上当倍みたいな感じの攻撃が入ってそれでいけるんじゃないかな。まあランド絡めて受けてきても結局プラニのムンフォの連打が結構多分重たいから、ダイマ切れた後でもそんなに弱くないと思うんだよね。とりあえずここフェアリーでいいな。まだ上から動いてもさすがに落ちないかな。ただダイマックスこっちだけ一方的にしてるわけだから、状況的にはこっちがめちゃくちゃ強いと思うんだけど、上から通るのでかいね。同速運ゲーだから落としてくれるとなおいいんだけど、ああ最高、ガチ最高。ゼルネが、ゼルネっていうかメタモンっていうか、このパグったやつか何も削れないのめっちゃ美味しいな。裏誰出てくるかで、まあただこっからヒードランとかランドロスか。なんでここランドなんだ。裏にドランいそうだな。ただまあかといってここフェアリーしか打ってる技ないから、さすがにフェアリー押すんだけど、引いて、まあそうだよね。ただここはさすがに4で動くの無理で、ドランたらがっつり削っちゃえば、ダイナで詰めれるから、ここ何押すかだな。こっちもこだわってるからね。打ってくるとして、まあ、鋼技で。か、引き、いや、たくだな。インファは相手ケアできてるわけでしょ。まあ、だから10万かムンフォかって話で。10万にランド引かれて、やりたい放題されんのよくないか。ムンフォースしかないかな。多分ランド、オッケー。ここはたくだからまあ、覚悟を決めて押していくしかないと思うんだけど。まあ、ドランをパクればいいかな、そんで、最後に。オッケー。まあ、ドランの型次第だけど、こっちこれでダイナステで、で、風船でもなかったし、残飯でもないわけだから、まあまあまあ、タク勝ったのがでかいかな、めちゃくちゃ。で、本当はダイマックスあるうちに締めたかったんだけど、まあ、残念ながらね、ターン数を結構使ってしまったから、いやー、こういうなんか細い動きをしてるのが本当に弱い。マジで。いや、その、安定的な動きをね、一切してないのがマジで弱いと思うんだけど、まあ、弱いと思っていつつも、何もできない自分がいる。これむしろあれだな、再生で粘って、TOD でもいいな。まあ、このターンはどうせ上から動くし暇だから、ダイマックスを打つんだけど、なんかミラーになるとさ、そのポケモン同士でミラーになると結構不思議なことが起きるポケモンって、ヒードランとか、まあ、メタモン、あ、そのヒードランとかで、そのメタモンでやるとそのミラーが起きて不思議なことが起きるみたいなあれがあるけどさ、そういうの結構増えるから、なんかただそのポケモンが強いからさ、強いわけでさ、ただミラーだからまあお互いに強くなっちゃって不思議になるみたいなさ、結構難しいよな。これプレッシャーで第一からせんじゃねえの、ワンちゃん。2回。結構入るな。まあ、リーダーをいつ引くかによるけど、第一こっちが上から打ってる以上は、なるべくダイマックス砲でヒードラン少しでも削って、こっちのダイマックス、あ、ちょっと、圏内まで、パクった第一の圏内まで押し込むのが、あれかな。さすがに相手なんか500位ぐらいの結構強い人だったから、ねえ、こう、メタモンにパクられるルートに対策するよな、みたいな。なんか対策も対策をし始めるからさ、一辺倒な処理ルートだと、それがバレて対策されだしたときついねっていうのはなんか、思いますね。
話すことが別にそんななんかない、いやないわけじゃないんだけど、この打ち合いに関しては正直さ、いつ無限大なが死ぬかっていうね、 D 弾をいつ引いて死ぬかっていう話でしかないから、そんなあれなんだけど、ちなみにこれ D ダウンとか引かない限りは一応受かってんのすごいな。無限大なって。第一ちなみに、そろそろなくなってくる頃だと思うんだけど。ついに引いたね。D ダウン。第一なくなるんだったら、まあなくなって、でいいから、まあ、再生連打しとくか、暇だし。あ、最後にパクって第一打つだけだから。相手スカラフとかでも別にないから、同速負けること絶対なくて、切り替えてきたね。あ、こんな入るんだ。あ、急所か。D ダウンプラス急所だったら、そりゃまあ、入るか。無限大な残飯の回復量がえぐいのが、すごいな。まあそう、アーゴ4と一緒で、ヒードランにね、止められるポケモンだから。で、得意のね、毒も入んないわけで、それが結構きついとこではあるんだけど、一般ポケモンで近伝に強いくてさ、汎用性があるっていうヒードランは、無限大に強いって意味でその典型例な感じだけど、それすげえよな。残飯、バンギーを、なんかあんま採用しなくなってきた以上、いや、バンギー使ってる人ももちろんいるんだけど、なんか僕は今期あんま使わなそうな感じがする以上ね、残飯の枠とかを結構いろいろ使えるから、そう、幅が広がるっちゃ広がるんだよね。まあ、バンギがめちゃくちゃ強いから昔はずっと残飯でバンギっていうのが特殊系の、まあそれ以外で多分受けサイクルで2000とかいってる人そんなに多くはなかったっていうか、結構そのタイプが主流だったり、メインストリームだったりね、したんだけど、まあ、必ずしも多分今期はそうじゃない。このルールだとそうじゃなくなってくるだろうから。その残飯の枠がね、残飯マジこのゲームでさ、なんか僕すごい OP なアイテムだと思うんだけどさ、どうなんだろう。あ、これパクって。あー、こういうドランだったんだ。まあ、第一打って、終わりかな。うん。いいね。まあ、交代読みで、ランドロス殺してたのがでかいな。OK。そろそろ3桁もうちょいで乗れるね。もう一戦いきます。はい。じゃあ、まま続けて2戦目やっていきます。なんか、自分今1200位ぐらいだっけ ?200 位ぐらいだったんで、これ勝つと多分おそらく3桁に乗るんじゃないかなっていう感じっすね。これはそんで無限大なめちゃくちゃ出したくて、雷光が磨かれるとちょっとうるさいけど、まあ基本的には毒を上から叩き込めて、重いのが多分ランドロスとグロスになるから、まあダイナムドウとかって選出をしたいかな。そんで雷光をどうするかって話なんだけど。ダイナムドウってだけだと、頬にね、ダイマされると普通に困っちゃう話も割とあって、でも、無道を投げる以上、ラップのレードはケアできてる。まあ、対策、何の解決にもなってないけど、無道で対策できてる。から、ダイナ、無道まで確定。あっと1なんだよなぁ。あっと1なんだよなぁ。あー、ただ、ほぼだからメタモ持ってってもっち何も強くないでしょ。そうすると、ヌオなんかなぁ。まあこれでいくか。いや、ちょっと待って、ラップが思った。まずい、まずい、間違えた、間違えた。ラッキーじゃなきゃダメだったんじゃない?いや、でも結局、雷光が無理で、っていうことを考えると、ラプラスの、まだせめてこれなんかあれだな、ホーとかイベルタルいて、初手で、ダイマ切って打ち合ってどうなるかみたいなことやってるのがまだマシだな。雷光から来るのは、まあ、割とオッケー。で、これおそらく多分初手で身代わりでしょ?だから、ダイマックス砲から入って、宅に勝ってこいつに毒を入れて、裏に、それか、引き際に毒を入れる。形で。ここはまずダイマックスを。ね、残飯だとめんどくさいけど、残飯じゃなければめっちゃ余裕かな。ん?遅い?え、なんで下から動いてきたの?わからん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 。理由がわからん。下から身代わり。え、同速?え、僕のが先出たっけ?プレッシャー。
互いプレッシャーあったと思うんだけど。ちなみにこれライコ結構苦しい状況に追い込まれたけどね、この状態だと。回復技は僕もね、ここ回復から入ってとか、結構鬱陶しかったりするんだけど、ダイマックスもこんぐらい入ってるから、身代わり多分、瞑想2回されても割れ、これ同族臭いな。いやー、同族はね、ちょっとややこしいことになる。正直だいぶややこしいことになる。いやー、じゃあ同族ほんとややこしいな。上から動くんだったらここ、毒でいいんだよね。こっち視点は。ほんとにここ毒でいいんだよ。上から動くんだったら。だから下から、身代わりされて下から毒打つ場合最悪で。だからかといってだね。いやー、待った。いやー、これ PP も怪しくなってきたな。毒打つか。無理だったら脳引こう。オッケー。そう、その下からね、毒入れられて下から身代わりするのも結構相手最悪だから、そのパターン考えると、こう通るんじゃないかっていう話もあって、願望プレイングが通っていて、いやー、こんな感じでポケモンやんのほんと弱いな。まあ、こればっかりは想定してない同速だから、しょうがないんだけど、あれ、ライコってこんな遅かったっけ？僕この無限大だね、うつろいの抜きとかだった、だと思うんだけど、ライコーってそんなもんだっけ？控えめってことか？いや違う、控えめじゃないな。S だいぶ切ってるな、これ。僕と同じラインまで。で、身代わり残飯でしょ？多分眠るないから、どっかで下げなきゃいけなくなると思うんだけど。ここ引くかな？毒押したいな、もう一回。もう一回毒押すか？多分引くと思うんだけど。グロスだったらまあしょうがないかな。ラップオッケー。こいつに毒入るだけで、いける感じしてくるな、めっちゃ。こういうなんか無限大な、これが強えな。通せる行動がいっぱいあるわ。これで、どうしようかな。こいつさえなんとかできれば、多分だけど、ヌオーで全部いけんだよな、残り。いやー、ただ、無道も雑に行きたくないでしょ。いや、ただ、いや、クラス考えると、まだダイナ切れないんだよな。こう、戦慄かな。いやー、こんなペラくなったやつにさ、戦慄なんて切るのか。ちょっとダメ系するか。無限ダイナが、どんぐらい、食らうかっていう、ラプの、確か8割ぐらい入るんじゃなかったっけな。他の戦慄ってレイドとかだと死ぬ？まずい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 。ダイマ切んないで。オッケー。なんかまだ間に合ってる臭くて、レイドもやめてほしい。ああ、それもやめてほしくて。ああ、どんぐらいやっけ。ちょ、もう一回計算するわ。絶対レイドあること分かったから。まあ、確定で耐えるか。巨大戦慄されても。どうしよっかな。確定で耐えるんだけど。まあ、無道引くか。グロスいたらまあ、ヌオーと無限ダイナの放射で頑張ろう。ダイナ捨てて、ヌオーで頑張るか。まあ、ヌオー捨てて、ダイナで上から放射みたいな感じでいいかな。で、ここプレスが結構強烈だから、ライコーも多分死ぬんじゃないかな。プレスで。危ねえ、一回レイド避けてなんか微妙なタク通してみたいな、結構危ないことやってるけど。無道の方が早いみたいで、落ちないのはまあ仕方ないんだけど、どんぐらい入る？ギリオボン食わないのちょっと嬉しくないな。で、おそらくここ相手ライコーから入ってくるんだけど、まあ、残飯のやつだから眠るは多分ないと思ってよくて。こうか。あったらいよいよ無道はいらないから。何がいいかな。身代わりだった時に鉄壁腫れてんのが美味しいかな。一番。
次耐え、あ、無理か、さすがに。まあ、どっちみち死ぬのであれば、差異はなくて、ここ、ダイナでいいよな。ほぼダイマ切れれば、毒さえ入ってれば無王で再生連打して勝てるから。まあ、上から毒叩き込めるのが。いや、本当にこの動きが強いな。上から毒が確定で入るっていう。まあ、ダイマ切られてもいいけど、全然。多分、こいつ眠ってきたりすることないっていうか、厚底ブーツ以外ありえないから、再生力あって自己再生持ってるポケモンが眠るのは、さすがに、ねえ、いろいろ、無駄にしてるはずだから、そんなことは多分ないと思うけど。オッケー、毒入る。アースとかがあるんかな。聖なる炎と再生が多分確定で。これ次ね、アース打ってくる場合が全然あるんだけど、どっちみちヌオで受かってないから。まあ仕方なくて。まあまあ最後ヌオで詰めれるから、ラップ処理できたのがでかいな。下から動くけど、ジェットしかなかった場合に再生が一番美味しいかな。まああるよね、さすがに。まあジェットアースって動いてくるのは、あ、耐えるんだ、えぐ。気合の助けなんだけど。バカじゃないの、このポケモン。なんでこんな硬いの。頭おかしいでしょ。無限ダイナの硬さ。これ、乱数試合では多分次も耐えるんだよな。残飯、いや、さすがに耐えないか。砲の地震のダメージ次第では、ヌオウを残すよりもダイナを残した方がいいよ。ヌオウを引いて、アース食らう。ああ、11取れて最後無限ダイナで技打って。なあ、どっちでも良さそうな感じがするけど、最後布で詰めるのがいいのかな。いや、布を殺された後になんか地震とか怖いから、多分余計なことしない方がいいか。まあ、さすがにこれは耐えないと思うけど、さっきのが多分低乱数だったんじゃないかな、たまたま。ああ、そうだよね。ただ、頬に毒入ってる以上、終わりがいつかあるから。で、試合時間まだ8分ぐらいしか経ってないから、こっから粘りきんのは、毒に対して粘りきんのは、多分きついんじゃない？雷光が先に死んじゃうはずだから、それを考えると、おそらく、持たないはずなんだよね。ただ、ブレバ2発で殺されるのやばいから、再生からしか、ダイマ切るかしかないかな。自己採用して、一回つついてくれるんだったら反動とゴツメとでいろいろ入るから、オッケー、押し込んでいけそうだけどな。おお、これで、あ、こっち再生連打だね、さすがに。オッケー。多分3桁乗ったんじゃない？多分、前のシーズンで僕1回も3桁乗んないで終わった気がするから。いや、わかんない。序盤には乗ってたかもしんないけど、なんか、まともな時期に3桁乗んないで終わった気がするから、ちょ順位確認したいな。久しぶりに3桁乗るの、まだこんな序盤なのにさ、まだ2月10日でこんな序盤なのに3桁普通にちょっと嬉しくなっちゃうけどな。動画で確認するようなことでもないんだけど、おお、じゃあ、3桁に感動しちゃったわ。じゃあ、GG ってことでね。もう90戦もやってるわ。まあ、お疲れ様です。また、次回。